代の時代ボル51姉のエリボンこと工藤エリナと妹のアキこと工藤アキナとヒューちゃんです。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、はい、またちょっとね、あの3人で登場でございますが、今日はですね、あの最近ちょっとお料理付いてるんじゃないの。最近ちょっとね、料理番組かこれは。はい、怒られそうなんでね、やめましょうね。はい、あのね、今日はね、しないしない、クッキーを作ってみようと思いまーす。でね、皆さん、そう、言っちゃった、言っちゃった。そう、あのね、息子2歳、もうすぐ3歳なんですけどね、はい、あの息子が踏切が大好きなのでですね、ちょっとこのプレーンの色と、それからココアパウダーが入った色で、はい、踏切のクッキーを作ってみようと思います。はい、ここまでもね、もういろいろ大変だったんですけど、なんとかここまでたどり着きました。粉とね、溶かしたバターと卵とでね、なんとかここまで作りましたので、ここからですね、ちょっとね、伸ばしていこうかなと思います。こう敷いて、はい、こねこねできるようにしてます。じゃあまずちょっと待って、ちょっとやると見てて、それじゃちょこちょこあの写真もね、私撮りながらやりますね。まだ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 これからね、ちょっと伸ばすの生地を、まだまだ作らない。ちゅうちゃん、ちゅうちゃんもやるよ。じゃこれ、ね、平らに伸ばしていきます、生地をね。いいですか、まあ、踏み切りなので、これ全部踏み切りに使うんですかね。ちょ待って、ちょい待って、すずちゃん、なんでしょうか、これは。お、意外と上手ですよ。私は、しますか、これは。あの、この細くしてですね、カットするんですね、これで。はい。そして黒とこれを交互にこう並べて一枚の生地を作る。一枚の生地作ります。もうちょっと伸ばしてもらっていいですか。ゆりちゃん。ゆりちゃんも一緒にお願いします。ああ。すーちゃんお願いします。頑張ってください。すーちゃんも踏み切り大好きだからね。どうですか、このぐらいで。もうちょい行く、いいかな。でももう一箇所、本当これをこう移動するのが必要ですもんね。切っちゃう、それとも。もういい、切っちゃう。これ切っちゃう、これじゅうちゃん切る。あの縦に、縦に。あ、そしたらナイフ危ないからさ。いい、じゅうちゃん。危ない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 。ドムジュレース、うん、じゃあこういうの作るからね、うん、このシャバンも、うん、短いやつ、ね、シャバン大丈夫大丈夫。じゃあここからはちょっとナレーションにします。はい、エリボンがプレーンの生地を縦に、とにかく縦に切っております。そして、はい、すーちゃんが触る、そして切る、はい、そして触る、はい、巻く、はい、そんなこんなでとりあえず、はい、プレーンの生地出来上がりました。じゃあ、はい、サランラップをして次はココア。あー、なんかこっちは辛いの。なんかポロポロしてます。おーなんかもう、あれ、ちなみにこれね、書いてあった量より固まんなくて足したんだよね、卵をね。足したの？あ、ちょっとこれもうちょい足したの？卵どうですか？卵、もしくはこれをポロポロカットしてくっつけてきましょうか。すごい、それもクリエイティブですね。面白そう。あ、ちょっとね、こうなっちゃうからカット、ちょっとあれですね、カットしたら、どうしたらいいですか。もうちょい卵を入れ
るか、まあいいか。てかどうしようからみたくする。どういうふうに？もうなんかこのまま食べたいって感じですね。これをこういうのをこうやってやってここに1個ずつ乗せていく。もうそういう手ですか。そういう手ですか。こういうふうにして。うんこれはとてもほど先の見えない作業になりそうですまあやっていきましょうよ。じゃあはい、これをこういうことですか。うん、またナレーションが入ります。とにかくとにかく黒いココアの生地がパッサパサなんでもうどういう方法でもいいなと思ってとりあえず、はい、伸ばしたりしてます。で一個ずつね、なんとなく四角っぽい感じにこう手で押しつぶしたりしながら四角いのを作っていって、このプレーンの生地の上になんとなくの均等になるように乗せていきました。そしたらね、不思議なものでだんだん慣れてくるんですね。このパサパサだったココアの生地がうまく割とこう長い、なんていうんだろう、長い棒っていうんですかね、できるようになってきたので、こんな感じで今長い黒い生地を重ねてます。そしてこうなんていうんだろうな、こうちゃん、なんて言うんだろうななんて言うんでしょう、こう重ねた上にちゃんと四角くなるようになんて言うんだろうな、切ってます。はい、まあ見ていただいたらわかるかしらということで、まあ写真撮ったりしながらなんやかんやでとりあえずこれは完成したんですかね、したんでしょうか。そしてこれはクッキングシートかな。はい、エリボンが持ってきました。これね、ちょっとこう残った生地たちは最後こうやって丸めて、またそれはそれでね、あの違う形にして焼いたので、全く残ってません。生地は全部使い果たしてます。あ、すーちゃんあくび出ましたはい、じゃあこのあたりでまた画角を変えてどうぞ。こんなにでかい踏み切りなんでね。こんなにでかい踏み切り。こんなに大きいんですよ。オーブン入るのかっていう不安が出てきました、母ちゃん。一回切れますよ。はい。ここね。やれてますね。え？それさ、切れた場合は どのように補修するんですか。このまま行きましょう。真ん中、真ん中、真ん中。これ表、こっちですね。手はないのか、うん、あ、おこれシャワーつかちょっとやばい、うん、ちょっと不安ですね。それやる、一緒にやる、うん、待って、今まだ母ちゃん今ほらやってるからね。今ちょっとね、すーちゃん補修してます。補修、補修です。直してます直ってます。踏切の工事です。はい踏切の工事です。はい、踏切の工事してます。こういうあのほぐれ気味のところっていうのはこれ割れないんですかね。大丈夫なんですかね。大丈夫なんじゃないですか。こんなでかい踏切、こんなでかい踏切だ。こんな大きい踏切初めて見ましたか。よし、なんか支柱っていうだけあって、やっぱ支柱はね、踏切の柱ですから。うん、踏切の柱、うん、支柱ってそういう意味なんだよ。支柱って標準に、うん、まあ、ちょっとまあ どうですか。シャガンキってさ、いいんじゃないですか。これ短いんじゃない、これもうちょっと長いやつにしたんじゃない。長い長いやつにしたらいいんじゃない。長いやつ
長いやつ揺れないから。すくちゃん、踏切はなんで好きなの？メカ工場って何なの？メカ工場だから好きなの？すくちゃん、うん、そうか。はい、ひとまずシチューですね。はい、そしてバッテンいきましょう。はい、バッテンは切ってもいいと思うんですけど。そうですね、こう、まあ多分これをこの辺で切って、この辺で切って、あ、正方形です。あ、ほら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 、すーちゃんナイフは危ないと思います。すーちゃんはね、うん、見ててね、この辺で切って、うん、いきましょうか。はい、ちょっとやってみますよ。はい、お願いします。なんかこの黒いの方の生地がパサパサで、うまく、うん、警報灯を作ろうと思ったんですけどね、うまく伸びないのです。伸びないんでしょ、うん、あ、切れちゃったです。切れちゃった。切れちゃいました。このあれいいよ。いい？いいよ。この前いいんじゃない？じゃあ一回待ってね。ここまでで一回切って。でもこれ一本の方がいいの？いや、切れちゃったんです。あ、なるほどね。はい、切れちゃったんです。なのでもうボロボロです。あ、じゃあエリボンこれ使いましょうよ。違う方、違うの使いましょう。残ってるんで。そうする？うん。それこれはこれで焼きます。これはこれで焼くので、もうなかなかね、やっぱりこの厚さのある方だと多分いけると思うので、この辺いけるかな。いける？この厚さがいけるんじゃないかなと思うんですけど、でもちょっと不安とか。え、今このナイフを使った方が、ちょっと軽いです。お、忘れちゃうよ。修正ちょっとお願いします。はい、はい、そう、私いつもんどうした？あー、やっぱり修正していきましょう。この真ん中が分厚すぎませんか？分厚すぎます。分厚すぎますね。踏切のやつがね、分厚すぎなね。ここだけ焼け具合大丈夫ですか？分かりません。こうやってやるもんですか、踏切は？いいんじゃないですか。ちょっと警報灯お願いします。うん、これ警報灯です。じゃあどこに置く、警報灯？ごめんね。ここ。うん、ここ。え、そんなすーちゃん話すんですか、クッキー？クッキーじゃない。話しない。話しちゃったらくっつかなくなっちゃうよ。これと。うん。話しないから警報灯にするから。話しないから。うん。難しいですね。うん、言ってね。じゃあ警報灯いいの？ここくっついてないよ、クッキーと。ちょっとね、くっつけてもいいかな。くっつけないから。くっつけなかったらさ、こうしようよ。こうする。ちょっとさ、ちょっと待って。うん、こうするって。え？こうしたら踏切ができるんじゃん。じゃあ。本当はここをくっつけたいとこなんですけど、うん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 、やってみますか？やってみます。あ、ちょっと待ってね、すーちゃん。何これ？何これ？このね、蛍光灯のね、うん、このやつ。このやつ、これをつけてみるの。これつけるの、これ。これつけるの、これ。それつける？うん。これつけるから、スーちゃん。くるくるって回して、
そーっとやるから。これつけますか？うん、これかな。チョコの色に来ちゃいましたね。いいですね。いいですか？いいです、いいです。いい感じです。よいしょ、いいよね。次はスーちゃん何つける？これ。遮断棒？それとも？遮断棒。遮断棒にするか。これ遮断棒でいいかな？これ。これ。いいです。とってもいいね。もう一個作れる。すーちゃんどう？ん？これ。ん？どうですか？どう？鼻で笑っております。鼻で笑っておりますが。もうちょっと作ろう。うん、ちょっと待ってね。まずね、まずこれをさ、完成させてからね。すごいです。ちょっとここが心配なんで、ここくっつけたいとこですけどね、本当に。でも膨らむんでいいです、いいです。いろいろ心配なところは多々ありますが、ひとまず。ちょっと開けますね。さっきは割れないのかっていう、いろいろ心配。待って。じゃあ写真撮りますよ。はい、いきます。1個目これで完成です。できたね、ちゅーちゃん。うん、じゃあもう1個いく。焼きつつ、あ、そしたらこんなにちっちゃくするから、こんなにちっちゃくしちゃう、こんなにちっちゃく、こんなにちっちゃく、ちゅー、こんなにちっちゃく、大きい方から行きましょう。そして2個目の踏み切りを制作中です。2個目はアッキとスーちゃん2人で作りました。ちょっとね、残りの生地で踏み切りの形にしてるので、若干、形は1個目よりちょっとね、あんまり綺麗じゃなかったんですけど、でもまあトータル的に見たら結構いい感じに2個目もできてるかな、できたんじゃないかなと思います。完成が楽しみです。そう、そして、この残った生地で本当はね3つ目の踏み切り作るのもいいなと思ったんですけど、ちょっとね3つ作るの大変だったので、とにかくまあ焼ければいいやってことで、この生地は確かこのまま焼いたんだったっけな。そしてこの残ったココアの生地はもう形作るの結構大変で、これパッサパサだったんで、なのでとっても重長の、はい、丸をとにかく作りました、このココアの生地でね。
そしてちなみにプレーンの方も若干生地がこれね残ってると思うんですけど、これもとにかくこねてこねて、確か丸だったかな。そうそうそう、こっちはね結構ね、なんて言うんだろう、パサパサじゃなくて割とこうしっとりしていたので、すごい伸ばしやすかった。はい、こんな感じで全く残らないとしてね、そう全部焼きました。はい、綺麗になった。じゃあこれからこっちも、はい、焼きます。スーちゃんが触ってますそんなこんなで全部オーブンで焼きました。さあ続きをどうぞ。カン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 、ゴト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 、ふー、はい、はい、クッキー完成。ふーちゃんどう？はい、これ焼いてる間ね、お昼寝をしまして、はい、お昼寝から起きて、はい、完成してました。はい。すーちゃんのお顔より大きい。大きいです。結構うまくいったんじゃない？うまくいったと思います。やったー、嬉しい。じゃあちょっとね、はい、写真ここ出てると思いますから、ちょっとすーちゃん側にちょっとね。はい、どうですか、すーちゃん。どうですか？嬉しい。嬉しい？嬉しい。嬉しいです。はい、こっちの大きい踏切と中くらいの踏切だからね、これちょっと警報灯が実は違うんですよ、はい、これがね、このこういう風にカンカンって横に行ってる、これ何型だっけ、これ多分全方位だよね。全方位じゃない、全方向、全方向踏切カンカン、違うんだよ。あ、違ったよいろいろね、こっちは縦にね、縦にカン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 と言ってるバージョンだったりとかね、はい、はい、これちょっとね、こう垂れベルトって言って警報あの遮断棒からね、はい、こういう風にこう下にこう垂れてる、ここから遮断棒からここにトン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 ってこう垂れてるやつがあるんです、垂れベルトっていうんですよね。垂れベルト、これ当たり前のように今お見せしてるけど、これも実はこれすーちゃんね、作ってるですからね。これちょっと警報灯がなかったですけど ね、警報灯があったり、それから矢印がね、こっちから来るよとかね、こっちから来るよって矢印があったりとか、はい、非常ボタンとかね、非常ボタンがあったりとかね、バッテンが、遮断棒がとか、これ支柱だよとかね、うん、もう全然全部、もうこれネックレスもね、ネックレスも踏切だし、はい、私支柱のネックレスをしてます。はい、もう踏切なんで、ね、はい、一色なんでね、みんなで作ってね、はい、よし、ではすーちゃん食べてみようかね、よし、はい、じゃあいただきます、いただきますよ、みんなでね、せーの、いただきます。はい、ここでやってもここでやってます、ね、はい、じゃあすーちゃんどこから食べますか。そうね、はい、遮断棒今取れちゃってるからね、ちょっとね、折れちゃったんですけどね、じゃあ、はい、じゃあすーちゃんどうぞ、じゃあすーちゃん、遮断棒いきますか、うん、ちょっと遮断棒ポッ、ポッて折ってごらん。はーい、おいしい、おいしい、おいしい、あ、よかった。じゃあ、あきちゃんも、はい、遮断棒いってください。いただきます。私もいただきます。うん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 、うん、手作りの優しい味、うん、優しい甘みですね、これは、うん、美味しいです、うん、美味しいね、うん、次どこ食べる、警報灯、警報灯食べる、うん、うん、これ選べんのもいいね、はい、うん、美味しいです、よかったね。じゃあ、あきちゃんも警報灯いいんですか、こんな大きい警報灯、すーちゃんとわけまかして、はい、じゃあ、食べる、うん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 、なんか硬さも、うん、なんか正直すっごい硬いのかなと思ってたもんじゃあ、そんなにガチガチじゃない、うん、よかった、
ちゃんと、うん、ね、ちょっと固めかな。でも中はしっとり。ふーちゃん、これタレ出るともありますよ。タレ出ると食べますか。うん、タレ出ると3個あるんで、1個ずつタレ出るとです、うん、タレ出るといただきます。これはココアパウダーを入れたんだよね。うん、うん、うん、柔らかい。うん、ね、ふーちゃん、次どこ行きますか。これ、はい、うん、警報塔、縦の警報塔ですね。カンカンと。じゃあ縦の警報塔、はい、どうぞ。ふふふふ、ふーちゃん、ふーの警報塔どうぞ。踏切を食べる気分はどんな気分。おいしい、うん、おいしい、はい、うん、うん、うん、ずっとね、踏切のね、クッキーをね、食べるって言ってたんでね、うん、今日は実現できました。結構この凹凸がね、こう見えるかな、結構な感じで凹凸があるんですけど、ちょっとどこって言ってる、だから結構こんなになって大丈夫かなと思ったけど、意外とちゃんと焼けた。大丈夫もんですね。ちなみにこれはどういう火力で何分やったんですか。ね、うん、多分そういろいろこれのクッキー粉みたいなやつをね、うん、いいよ、いいよ、使ったんですけど、持ってる170度で、うん、余熱がしてあれば、うん、12、3分ぐらい。で12、3分。最初の1個目は15分ぐらいやりましたね、うんうんうん、その後は12分とかね、うん、そのくらいかな、ね、うん、大成功だと思います。はい、とってもよくできました。ふーちゃんは何食べたの今。今ね、うん、このね、シャダンボ、シャダンボ食べたの。シャダンボって食べたんだよね、よかったね。はい、ということで、はい、ちょっと作ってる間もう動画を忘れてしまいましてですね、はい、ちょっとどんな風に編集されてるのか気になるけど、これ配信できるのかどうかっていうところですけどね。はい、でもせっかくなんでね、はい、はい、なんとかできました。できました。次は何に挑戦したいですか。バッテン。バッテン、あ、バッテン食べたいってことか。食べたいってことだね。今度はなんか電車とかね、うん、なんか、うん、あと信号も好きだよね、うん、今度信号もやろうか。信号のクッキーもいいね。赤と青とね、黄色。8月でね、3歳の誕生日なので、なんか誕生日とかでなんかとなったらいいですね。はい、次バッテン食べよう。食べるそうですので、じゃあスーちゃん持ってみる、これ。あ、これ、持ってみよう。持ちましょうか。あ、ちょっとこれ多分バッこれちょっと折れちゃったんですね、残念ながら。持ってごらん、ちゅーちゃん、こっちも持ってごらん。ゆっくりゆっくりゆっくり、はい、はい、バッテンです。はい、大成功。ではまた次回の動画でお会いしましょう。カン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 。